チス、誰も知らない囚人、イカレタコスケでござる。初心者向けの装備を紹介したいなと思ったんでござるよ。というのも前回動画を上げて、まあね、なんだっけ、赤獅子の炎とか弱体化して、じゃあ救済武器ってどうなるんでござるかと。まあ、あそこまでね、イカレた性能のものってなかなかないでござるけども、それでもまあ序盤の方で揃えられて、ある程度手助けになるような。セッティングっていうのもね、今回紹介していきたい。まあ、今回ね、マジで、ちょっと前、10月ぐらいに来たアップデ 1.07 と、それから闘技場追加の 1.08 で、かなり仕様が変わっているんでね、なかなか面白いことになってるでござるよ。で、まず1本目。血のグレートエペ。このグレートエペ、かなり最序盤も序盤で、まあ、取りに行けばね、近くに落っこってる、宝箱に入ってるでござるよ。まあ、これも場所説明するでござるけども、これと、一番最初の、戦技ショップ、戦技、技のショップでござるな。そこで買える嵐の刃を組み合わせたものでござるね。で、さらに、血の派生になってるでござるが、この血の派生はね、中盤以降になってくるかなというので、これは完成形だと思って見ていただきたい。まず、重視剣から簡単に説明すると、まあ、レイピアの重い版、でござるね。月が主体で、隙がないので、で、火力も高いので、攻略でも結構人気だったね。で、最近ちょっと弱体化されたけども、まあ、それでも全然使えるかなといったところ。いわゆる盾地区というね、盾を装備して、構えたまま、隙をすることができると。ただね、これ気をつけなければいけないのは、これ盾構えたまま、隙のモーションを出してる間に攻撃を食らうと、防いだ時のスタミナ減少率が結構大きくなったでござるよ。これ結構重要なんで覚えておいた方がいいかなといったところ。まあさておくとして、これ単品の話をしていくでござるよ。この、戦技嵐の刃、どんな技かっていうとこんな感じ。この嵐の刃ね、どんな評価だったかっていうと、まあぶっちゃけ、まあ弱くはない、全然使える、でもまあっていう感じの戦技だったんだけど、最近の仕様でちょっとぶっ壊れたでござるよ。何がぶっ壊れたか。これ剣を振って嵐の刃飛ばしてるでござるな。遠距離武器だったんだけども、この振ってる剣に当たり判定ができたということでござるよ。すなわち、こんな感じでござるね。ザン。そう。剣に当たり判定がついたということは、月主体のエペ、R2 でね、ちょっと切り払いができるけども、こいつを普通の剣みたいに超絶リーチで振り回しながら遠隔攻撃を飛ばせて、かつ近距離であれば、この重視剣の火力に遠隔攻撃の戦技の威力も乗っかってしまう上にね、見ての通り、これ連続戦技なので、一回振り出してしまえばかなりの速さでぶん殴ることができて、FP 効率も悪くない。っていう代物。さらに血のグレートエペにすることによって、これまあエンチャントでもいいんだけども、血のグレートエペにすることによって出血も持たせてしまうっていうことでござるよ。なんで一発入ってしまえば、相手がスーパーアーマーでも使ってこない限りはこの通り乱撃気分でね、ぶっ飛ばすことが可能でござる。さて、グレーエペの場所でござるけども、ここがスタート地点。で、本来だったらみんなね、一番最初初心者は北上するんだけど、天王寂さんは反対に行くかなといったところ。でも、馬ゲットしてからの方が、個人的にはおすすめかな。結構入り組んでいることと、それからマップで見ると近いようで、徒歩で歩くと遠いでござるから。そして、まあ、拙者死んだでござるけど、このアギール湖南っていう祝福から、こっち側ね、見るとね、結構一筋縄ではいかんでござるよ。こんな感じ。敵の野営地の中の宝箱なんで、まあ慣れてれば取り逃げすることもできるでござるが、戦うとなると相当数の手だれと戦うことになるゆえ、まあ個人的にはね、馬でさっと取っていってしまいたいところ。拙者がさっきミスったとこでござるな。行って取らせて当たれたオッケー結構きつー死ぬという感じなんでね、慣れぬうちは結構大変だと思うでござるけども、手に入れてしまえば消えることはないので、まずはゲットを狙うでござるよ。ちなみに宝箱を開けた状態で万が一死んでしまっても、宝箱が開いた状態で待っててくれるんでね、もう一回トライするでござる。さ
さて、超絶重要人物、戦学びのボロ屋。ここね、関門前で馬をもらったと思うでござるよ。一番最初に騎士が大量にいる廃墟のとこでござるな。で、この左側に行くと嵐の関門っていうのがあって、ここで、ま、巨人が降ってくるよね。まあ、そのね、道沿いに行って、道沿いかちょっとずれたところ、どっちからでも行けるけども、まあ、乱宮のボロ屋から行くのがいいかな。こういったところだね。ここに戦学びのボロ屋というところがござるよ。ここで、まあ、初めての、まあ、多分初めての、戦牌を買うことができるでござるね。で、これ序盤ではね、超重要。たくさん戦牌が売ってて値段もそこそこするんだけども、まあ、ここにさっき紹介した嵐の刃もあるんだけど、さらにクイックステップ、貫通突き、回転斬り、ウォークライ、そしてさらには我慢、で、踏み込み切り上げ、まあ、パリ戦技なし、一個たりともね、まあ、キックぐらいかな、無駄なのはね。一個たりとも無駄がないでござるよ。なので、全部買う必要はないけども、一応覚えておいて、もし、戦技をたくさんいろいろ使ってみたいっていう人は、ここの戦技は、全部買っといてもいいかもしれんでござる。さて、一応初心者向けってことなんで、だいたい概要は説明してると思うのでね、本当に単純に威力だけお見せするでござるよ。今ね、これね、常識にはなってるけども、物理140で筋力と技量は今16と20なんで、拙者まあグレートエペの必要能力値が15と16なんで、ほぼ誤差範囲といったところでござろうか。強化分ははい、こいつらに対してどれぐらいダメージが出るか、こんな感じでござるね。剣を当てていく。まあその辺の雑魚ではござるけども、レベル1の状態でこれぐらいにダメージが出るよというところでござった。さて、初心者解説タイムでござるよ。戦牌ってどこで付け替えるの？祝福、あれでも戦牌の欄ないんでござるけどっていう人のための説明でござるな。まあ、ここ何ができるかっていうと、まず武器を選んで、で戦技の付け替えができるでござるな。ショップで買ったりした後にね。で、さらにそっから付与属性ってのも選べるようになるでござるよ。なんでここで聖者血のグレートエペを選んでるんだけども、これがね、実はね、アイテムで解放していくものなので、最初からは使えないということでござるよ。じゃあそもそも、戦牌の付け替え用のアイテム、一番最初はどこにあるかっていうと、ここなんでござるな。スタート地点の北、まあ道沿いに行くと、まあ何人の人がここにたどり着くかわからんでござるが、この関門前って、で、関門前の廃墟ってとこでござるね。この廃墟はね、狭間の地にいっぱいあるでござるけども、大体の場合が、地下への階段があって、その先に宝物庫があって、アイテムがあったり、まあ、ボスもいたり、みたいな感じでござるが、関門前の廃墟で、一番最初に、さっきの付与属性を切り替えることができる、砥石っていうアイテムが入手できるでござるよ。でも、ここのね、砥石ではね、血のグレートエペにはできないんだけどもね、冒険を進める中で、ゲットしていってほしいでござるよ。ゲットイットイットでござるよ。そして次に、これはね、バージョン初期から強い強いって言われてるんだけども、今まさに本当に強くなった攻略においてね、武器、レドゥビアというものがあるでござるよ。マップを開くと、この湖、このね、一番最初のスタート地点のすぐにそばにある湖の、この北側、ここが、まあ、川になってるんでござるけども、この川沿いでござるな。どっから行っても大丈夫。ここを、ずっと北上、まあ、ないしはね、南下してくると、道の途中に、侵入者、NPC の侵入者がいるでござるよ。赤い影のやつでござるな。馬から降りると出てくるでござるね。で、拙者は多分助けに来てくれないんだけど、多分ね、初めて来た人は助けに来てくれるはず。これ、ネリウスだね。あれだ。ぶっちゃけ、本当の本当に初心者にとってはかなりきついんだけど、まあ、助けに来てくれてる人はかなり強いので、その人に任せてしまってもいいかもしれんでござるよ。こいつが持ってる武器でござるな。火力が高え高え。高きてきてきて。きついよ。おー、黒え。くらい回復すんじゃねえ。
回復するんじゃねえでござるよ。強っ。こんな強いの。助けて助けて助けて、お侍さん。もうお前回復、回復一回だな。よいしょ、あと一発当たんなかった。危ない。そのためです。危なソロだとだいぶ厳しいんでね。はい、レドゥビアというね、探検がここで手に入れられることができるでござるよ。さて、このレドゥビア何が強いのかっていうのは、実はグレートエペと一緒で、このレドゥビア自体にまず出血の状態異常の蓄積、これがついてるでござるね。グレートエペの方は後付けだったでござるけど、これは最初から持っているので、まあ、最初から出血値を貯めることができる。で、さらにレドゥビアの血刃というね、固有戦技があるでござるが、これまんま嵐の刃に出血をつけたような感じでござるな。こんな感じ、ズバズバ飛ばすことができて、出血ダメージもあるんで、単純に、まあ、これ自体が強いと、まあ、初期から強い強いって言われてたけどね。で、さらにこれ、さっきの嵐の刃同様に武器自体にも当たり判定が出たでござるよ。で、武器自体にも出血がついているんで、近距離でぶん回すとすごい勢いで出血すると。やばゴリ押しでござるけど、ただね、グレートエペと違って、これ刀身が非常に短いので、完全に敵に密着して使わなければいけなかったり、微妙に高さのある相手に対しては戦技しか届かなかったりみたいなところがあるでござるな。序盤で強いといえば忘れてはいけないのがこちら、ラージクラブ。マルタは持ったか、コンボは持ったかといったところ。これも非常に簡単で、この導きの始まりから右下の方、海沿いに行くと、ここに主なき猟犬の風浪っていうのがね、これマップ上でもちょっと違った文様で書かれてるかな、見つけてる前はね、あると思うでござるけども、そのままちょっと南、ここでござるな。崖の下を下っていったところ、この風がブワーってなってるところの近くでござるね。アジンなんかがたくさんいるけど、そこの死体の場所からゲットできる、まあソウルシリーズでも愛用者の多い強武器でござるよ。そしてもう一つ、こいつと非常に相性のいい戦技がここにあるでござるな。ちょっと待つでござるよ、待つでござるよ。このスカラベっていうやつがね、戦技を落とすんだけども、まあ、光ってる色によってね、戦技だったり、あの祈祷魔術だったり、赤と青に関してはね、薬を増加でござるから。はい、戦杯乱撃。場所もこれも非常に簡単、関門前から道沿いに上に上がって、巨人が降ってきて、犬が降ってきて、人が歩いててみたいな感じでブワーって歩いている道沿いにあるでござる。そしてここで、まあ、ちょっと覚えておくといいのがね、両手持ち、初心者は割とわからないらしいでござるから、このラージクラブ、筋力が22あれば装備できると。ただ序盤については筋力22もそこそこ高いので、まあ、さておくとして、こいつに乱撃がつけられるでござるね。今ちょっと標準銃口選べるけども、まあ、両手持ちするんだったら銃口の方がおすすめかなといったところ。で、この状態では拙者装備できないんでござるけども、今拙者筋力16でござるな。三角ボタンを押しながら、間違えた、 R1 ボタンを押すことによって、右手に持っている武器を両手持ちすることができるでござるよ。逆に左手に持っている武器を両手持ちする場合は三角ボタンと L1 ボタン。これ両手持ちすることによって筋力が 1.5 倍になるので、まあ、16の 1.5 倍で拙者の筋力は今24となるでござるね。で、さらに両手持ちになると、まあ、いろいろな恩恵を得ることができるでござるよ。今のラージクラブなんだったかな、ひるみにくくなったり、単純にやると攻撃力が上がったりだね。まあ、さておくとして、乱撃見せるでござる。ただぶん回すのみ筋力が16の時点でこの火力を持ってるんでござるね。これは
耐槌という種別なんでござるが、まあ、物理攻撃力が単純に高いと。でさらに両手持ちになることで火力も上がるんだけども、この乱撃が強い。今ちょっと見せらんなかったレベルでござるけど、これしっかり発動してしまうとこっちがねよろけて止められることがほぼほぼないんでござるな。いやこういうやつら、さっきみたいなね1対しても強いけど、こういう連中に対してダメージは食らうけども一掃するまで止まらないと。でこれボス戦だとね結構隙が大きいように見えるんだけど、実は戦技を発動したまんま R2 ボタンで大ダメージの一刀切りが可能で、 R1 ボタンでなぎ払いが可能と。ここからねきっちり派生するんでござるよ。これはもうエルデンリングの初期から言われてるでござるけども、まあやっぱ棍棒で殴るのが一番強いでござるよ。でねこれね最近分かったことだと思うんだけどもね、強靭削りで相手を体勢崩しの状態、まあダウンさせて致命の一撃を入れられる状態にする条件に、相手の弱点を攻撃するっていうことで、まあ体勢を崩しやすくなるでござるね。で、大体人型の場合頭部でござるよ。そしてこいつの R2 はこの通り、なかなか武器士でも珍しい真上から垂直に打ち下ろすタイプなんで、これがね、1対1においても強いんでござるな。で、この乱撃、最序盤で使えるもう一つの使い方として、これ、フレイルや、あとモーニングスターっていうね、武器がかなり序盤で手に入るというか、このフレイルに関しては、関門前の宝箱、二馬車の宝箱からゲットできるでござるから、まあ、本当に、下手したらね、乱撃より早く手に入るんでござるけども、これがね、出血持ちなんだね。出血の状態以上蓄積すると。で、まあ、出血は先ほど説明してると思うけども、まあ、複数回攻撃することによって割合ダメージを与えることができると。で、この乱撃と、それがまた非常に相性がいいと。実はね、このフレイル、戦牌を外した時に、素の状態で鎖回しという戦技がついてるでござるね。実はね、出血効率はこっちの方がいいんだけども、乱撃の方を選んだ方が、まあ、おすすめする理由があるでござるね。それが、まあ、リーチが短いことと、ちょっと攻撃してくるでござるよ。これ、もうこれ強いんだけどね。こんな感じで、相手の攻撃で簡単に手が止まってしまうんでござるな。一方的に鎖回しを当てられるのであれば、全然、鎖回しの方がね、出血量は高いので、まあ、殴りダメージとかね、加味しなければ、ただただ出血させたいってことであれば、これで全然いいんだけども、今みたいに止められてしまうことが多々あるゆえ、まあ、一般的な攻略では乱撃の方が使いやすいかなといったところでござる。ちなみに鎖回しも、この通り、R2 と R1 で派生するでござるから。さらにもう一つ。これね、ちょっと離れてるんだけども、まあ、スタート地点がここだとして、右下にある、この橋の下、まっすぐ行ったところ、この辺でござるな。にある倒れている荷馬車の宝箱からモーニングスターがゲットできるでござるね。これ何が違うかっていうと、フレイルは技量が18で、ラージクラブは筋力が22と、まあ、職業レベルによってはね両方とも使えない可能性があるでござるが、このモーニングスターは筋力12技量8で、おそらく両手持ちさえすればほぼ全職業が初期から持てるでござるね。知力とか体力とかスタミナとか振っちゃって、そっちにフルステータスが今ないよって人は、これでござるな。これはね、同じように、フレイルと同様に出血の状態以上を持ってるでござるよ。耐槌ではなくて、普通の槌なんでね。ちょっとリーチとかは問題あるかもしんないけども、このモーニングスター自体も、序盤ではかなり使える武器として、紹介されていたことが多々ある武器なので、まあ、もしね、ステータスに余裕がない人は、こちらかなといったところ。あの騎士ぐらいだったら、まあ、多少体力にこっち振ってるけども、いけちゃうんじゃない？殴りがつ殴りがつ。さすが、鎧ごと叩き潰す、モーニングスターでござるよ。さあ、そして、こちらもまあ、定番じゃ定番なんだけども、ある戦技の強化によって非常に使いやすくなったのが、しつけ、我慢でござるね。我慢っていうのは戦学びのボロ屋で入手することができる、
敵の攻撃で一切ひるまなくなる。3秒間だけね。こういった戦技。これと、まあ、戦技って基本的に武器を切り替えないと1個しか使えないんでござるけども、祈祷山術に関しては、戦技と共に使うことができるでござるね。右手に戦技用の武器、左手に祈祷や魔術用の触媒でござるな。これを使うことによって、この火付けっていうね、連打の効く祈祷が、まあ、職業によっては最初から、まあ、もし持ってなかったとしても、ボスとか倒すことなく、まあ、入手、買うことができるでござるね。このコンボが非常に強力で、昔からよく使われてたでござるな。これ、完全未強化の状態でござるけど、こんな感じで強い騎士も我慢が効いている間にゴリ押してしまえば大量のダメージを与えて離脱することができると。ちょっと数が多い。でも我慢の強いところは死ななければこの状態でも打てるところでござるな。まあ FP を使うんでね、これは術師はみんなそうだけども、そこだけ要注意でござるけども、我慢はどれぐらい我慢できるかっていうと、マジでこういう敵の攻撃も我慢できちゃうでござるよ。これどんなに装備が良くてもこいつの攻撃吹き飛ばされるでござるからね。ただし3秒間のみ、あとダメージはもらってしまうよと。なんでちょっとテクニカルに使うにはね、3秒短いかもしれんでござるが、火付けを押し付ける時間ぐらいであれば、まあ、余裕でいけるかなといったところでござるな。我慢はね、ダメージはきっかりもらうんで、もし使うのであれば、ある程度、まあ、防御力は確保して使いたいところ。そして入手場所は非常に簡単。まあ、最初から持っている職業もいるでござるけども、あとはこの大祝福に行けば、ゲットできるでござるよ。大祝福への行き方は、初心者用の動画をリンク貼っておくんで、そちらをご覧いただきたし。ここでね、この首に車輪をつけている人、この人に話をして話を進めていくと祈祷が買えるようになって、その中にね、火付け、火投げ、それから何回復等々もあるでござるよ。さっき火付けで見せたでござるけども、緊急の回復をしたい時、犬に囲まれてる時とかね、なかなか使えない場合も我慢で回復することができるでござる。まあダメージを結局もらってしまうんで、必ずしもそれがね、めちゃくちゃ強いわけではないんでござるが。で、ここにいる双子。ここから、この指の聖印っていうね、一番ノーマルな、この触媒を買うことができるでござるよ。そしたらば、まあ、祝福はどこでもいいでござるけども、ここで、よくしておかないと使うことができないので、要注意でござるよ。で、上ボタンでね、術を選択したら、まあ、左に触媒を装備して、L1 ボタン。まあ、普通の攻撃ボタンと同じでござるね。右手にも触媒は装備することは可能でござるよ。さて、こっからはどうしても勝てなかった人のための弱者生存でござる。まあ、何度も動画にされている部分ではあるので、知ってる人は飛ばしてもらって構わんでござるが、フレイルを手に入れたでござるね。戦牌を外した状態で、マップのこのファロストリデというところに来るでござるよ。ちなみに、マップの取り方、結構知らない人がいたのでお伝えしておくと、この今ね、開かれている状態でござるけど、うっすらと道が見えてると思うでござるよ。その道の途中に、まあ、例えば分かりやすいのは関門前の廃墟なんかだったりすると、小さい丸のようなものが、モニュメントみたいなものがね、墓みたいなのが、見えると思うでござるけど、そこに行くと、この地図がカラーになるアイテムが落っこってるでござる。まあ、それはね、地域によって変わってくるので、まあ、その都度拾うことが必要になるでござるけどね。まあ、さておくとして、この関門前から、ひたすらずっとこの右の方のマップ、馬手に入れてからじゃないときついでござるよ。に行くと、ここでござるな。ファロストリエというところに着くでござるよ。このファロストリデの前に、超巨大なドラゴンが横たわってるでござる。こいつを倒すと大量のソウルが、ルーンが手に入るんだけども、
まあ普通に戦うと大変なんだよね。そこで出血を使って倒しちゃおうっていう魂胆で、かつ簡単に手に入れられる出血武器、そうフレイルをここでぐるぐる回しておくだけ。この鎖回しは FP がなくなっても、まあ、出血与えるだけだったら機能するんで、こうやってひたすらぐる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 スタミナを見ながら回していくでござるよ。おい、倒したことによってルーンがちょっと時間かかるでござるけど、11万ルーン、まあだいたい6、7万だったかな、1周目だとね。でこの竜の心臓っていうのがまた攻略においてめちゃくちゃ使えるので、それも説明するでござるよ。さて竜の心臓をゲットしたら、まずここに来るでござるね。ケイリッドの南側、さっき言ったファロストリデがここ、大竜山教会というところでござるな。スタート地点はちなみにここでござるよ。ここに来たらば赤い炎が灯っている燭台、ここで竜さんの儀式を行って竜の心臓と交換で、まあ祈祷が入手することができるんでござるけども、この中で腐敗ブレスというもの、信仰15の神秘12必要になるでござるけど、こちらが非常に強力な祈祷になってるでござる、攻略においてね。言い忘れたでござるけども、ルーンは失う前にレベルアップに使うでござるよ。まあ、さておくとして、この腐敗ブレス、何が強いかっていうと、もうこれはもう初期の初期からの、まあ、最強祈祷と言われていて、まあ弱体をね、たくさん食らってるんだけども、それでもやっぱり圧倒的な攻略用の祈祷になってるでござるよ。で、我慢がね、使いやすくなったおかげで、この祈祷も隙が大きいんだけども、その隙をある程度潰せるようになったと。普段はこんな感じ。長押しすることでさらに使えるでござるけどね。我慢を使って撃つことによってゴリ押しでこの腐敗をばらまくことができる。で、この腐敗毒は通常の毒よりも強力なものになっていて、秒間15ダメージ。敵によってバラバラでござるな。20ダメージのやつもいれば15ダメージのやつもいるって感じでござるか。これちょっとね、毒の使い、ダメージの減り方変わったんでござるかね。こんなにばらつきあったか。15と20みたいな感じで。で、この腐敗毒が、だいたいどのボスとか、雑魚にも効くんでござるけど、フィールドだと、これを打って、遠巻きに逃げたり安全地帯で待つっていうことが可能でござるな。そうすると、この腐敗毒が切れるまで、数千ダメージを稼ぐことができるでござるよ。なんで、どうしても、道中攻略中倒せない敵がいた場合はこれで倒すこともできるし、なんだったらこの腐敗ブレスさえうまく使えればレベルが低くても強力なモンスターを倒すことができるでござるよ。まあまあこれは上等手段なんでね、サクッと説明したでござる。というわけで結構長くなってしまったかもしれんでござるが、この通り、まあ最序盤、まあ最後の竜気筒に関してはね、本当に最序盤よりはちょっと理解が必要でござるけども、それ以外に関しては、ゲーム開始してスタート地点から、まあ、5分10分以内には揃えられるかなといったところの装備でござるゆえ、ぜひとも活用していただきたし、それでは TU 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。